おいでなすったね。年貢の納め時か、さもなくも最初で最後のチャンスか。私が金蔵さんと話しましょう。なんとかここの場所を聞き出してみます。期待してるわ。人数は4人、親方様並びに食堂に姿を現したうちの3人かと。もう十分だ。君も後ろに下がりたまえ。あとは私たちで応対する。シャノンちゃん、申し訳ないけど電話のところに座ってもらえる？スカートで電話を隠して。皆様、ご静粛。後ろ宮家当主ゴールドスミス卿のおなりでございます。ゴールドスミス、親父殿のペンネームだ。怪しげな魔導書を書くとき、そういう名を署名しているようだ。金蔵を英語風に？それならゴールドウェアハウスが正しいんじゃないの？ウェアハウスは倉庫、ただ溜め込むに過ぎぬ。しかし私は金を生み出し、細工し、さらに価値を高めるのだ。スミスの方がよりふさわしいと思わんかね？確かに無駄口を失礼しました。金蔵さん、これはどういうことなんだね？ここは一体どこなんだ？おや、我が友よ、思い出せんかね？さすがにその牢の中に入った経験はないだろうが、この廊下を歩いた記憶はあるはずだ。まさか心当たりがあるの？いや、しかし考えられない。第一、私たちは落とし穴に落ち、しかもほんの数分でここに閉じ込められたのですぞ。そんなことは物理的に、距離的にありえない。人間にはね。お父さん、ここは屋敷ですか？屋敷にこんな地下があったとは。フランス、お前たちがその存在をささやき、何度か私の後をつけ回して探ろうともしたではないか。それがここだよ。いや、正確にはそこの地下というべきか。まさかここはクアドリアンの地下ですか？ご検察の通りです。こちらはクアドリアンの地下でございます。クアドリアン、まさか噂の親父殿の隠し屋敷なのか？本当に実在したのか？我が最愛の魔女ベアトリーチェのためだけに築いた屋敷である。地上部分は美しき上品な屋敷なのであるが、そこを案内できず、実に残念に思うぞ。こんな牢屋があるお屋敷で、不
二人きりなんて素敵ね。どうもお父様とは性癖が合わないみたいよ。キリエさん、無礼な発言はお控えになった方が賢明ですよ。でも同感よ。私も送られた屋敷にこんな力があったら百年の恋も覚めて金目のものだけいただいてとんずらするわ。おや、そういうご趣味はございませんか。てっきりキュンキュンしちゃうとばかり。もちろんキュンキュンしちゃうわよ。誕生日のプレゼントに首輪なんかもらっちゃったりしたらね。ただしイケメンに限る。お静かに。首輪より猿靴輪が必要ですか。あら、あなたはそっちもいけちゃうの。リアって好き嫌いないのね。手に人の名前を略さないでください。ねえ、やかましいぞ女たち。お前たちも同じ牢に閉じ込められたいというのか。これは失礼いたしました。親方様、この牢体にこのような寒い牢獄では身が持ちません。牢とは捕らえ逃がさぬこと、それはすなわち生涯手放さぬとの強い意志と愛である。逃げても諦められる程度の女ならば愛を語るに値しない。鎖で縛ってでも逃がしたくないと思うほどに苦しくなる女、そこまでに至ってこそ我が生涯を捧げるに値する愛である。お前にそれを分かれとは言わぬよ。私は誰にも縛れない、縛られない。愛されたいんじゃないの、愛したいの。私もゴールドスミスと同じよ。だからよく分かるわ、あなたの愛の狂気。愛と狂気は紙一重というわけかね。実に旗迷惑な話だ。しかしあっさり所在地が分かったのは大きいわ。詳しい経緯は後で聞くけど、南條先生はここをご存知なのね。はい、そこの廊下がクアドリアンの地下通路ならば、あの先をまっすぐ行けば長い地下道になり。この鉄格子さえなんとかできれば屋敷に帰れるってことね。お父さん、私たちをどうするつもりですか。すでに宣告した通り、お前たちは後の晩のための生贄である。都合よく人数も5人、えぐりて殺す5人の人質にぴったりであろう。なるほど、私たちも年貢の納め時というわけですか。やがてはな。だが今はそのために訪れたのではない。安心せよ。それに言ったはずだ、もしも孫たちの誰かが我が全てを継承するにふさわしいと認められたなら、この儀式は中断する。つまりお前たちは命拾いをするというわけだ。 お子さんたちに何をするつもりですか。テストを与える。次期当主にふさわしいかどうか、その結果私をうならせる者が一人でもいたならば儀式は中断する。ふさわしい者がいなかったら子供たちはどうするつもりですか。それを心配する必要はない。どうせ先に生贄とされるのはお前たちだ。その後のことなど知ったことではなかろうに、お前たちは自らの命運を自らの子供たちに委ねるのだ。お前たちが産み教え育ててきた結晶が子供たちだ。お前たちの命運を委ねるに実にふさわしい存在のはず。そう心配そうな顔をするなよクラウス。お前の自慢の100億の価値のある娘を信じろよ。
まったくね、子供は親の結晶よ。親の命運を預けるにふさわしいわ、お父様にとってもね。肝の据わった女だ、ルドルフにはもったいない。キリエさん、あまり挑発しない方がいい。同感だ、今は対応。そうね、どうせ私たちはまな板の上の恋よ。今さら何もできやしない。私に対し威勢のいい口を叩くことはできるがな、嫌いではないぞ。そういう女はベアトリーチェも初めはそういう女だった。親方様、そろそろ本題を。さっきから脱線しまくりです。おお、そうであったな。すまぬすまぬ我が友よ。それでは本題に入ろう。そのために電話を用意しておいたのだ。シャノン、知恵が回るな。もう隠さなくてもよいぞ。それは私が用意させたのだ。失礼いたしました。クラウスよ、ゲストハウスの孫たちに電話をかけるがよい。そして我がテストを、試練の始まりを彼らに告げるのだ。嫌だと言ったら。ほほう、取引の余地がどこにあるというのか。お前が電話をせぬというなら、孫たちにはチャンスさえも与えぬ。後ろ宮家はこれにて終わり。お前たちは直ちに生贄だ。直ちに生贄なら幸運よ。あなたたちの眼前で子供たちを先に生贄にされた方が辛いと思うけれど。が、生贄の順番は親方様が決めます。勝手なことを言わないように。リア、今私の名前を縮めようとして詰まったでしょ。してません。だから勝手に人の名前を略さないように。女は実にかしましいですな。